私は今から20年前、モロッコに住んでいました。その頃、時々スペインに旅行に行きました。モロッコから船に乗ってスペインのアルヘシラスに行きました。アルヘシラスには大きい港があります。アルヘシラスからマラガまではコスタ・デル・ソルという有名な海岸です。とてもきれいなビーチがあって人気の観光地です。でもここには電車がありませんから、私はいつもバスで旅行していました。